イリー、あなた一体どんな秘密を見つけたの？私はサイレントクロスを追跡し、死の海の中央、ハデスにたどり着きました。彼らは大量の工事部隊を引き連れ、周囲で発掘研究を始めました。驚いたことに、彼らはあそこで廃棄された軍事要塞を発見したんです。巨大な放射線がある砂漠に何の軍事基地が建てられたんだろう。サイレントクロスは世界各地で考古学研究と称して、彼らの先導が残したブラックテクノロジーの軍備を発掘しているって噂があります。どうやら本当のようですね。でも具体的にどんなものなのか知りたいです。私と一緒にハデスに入って探求しませんか？このレベルの任務は私たちがコントロールできるものではありません。先にアカデミーに戻って校長先生に報告した方がいいと思います。今は出られないんです。あの風と砂、竜巻が来ます。ハデスにあるサイレントクロスの軍事基地に行くしか竜巻から逃れる道はありません。それしかないようですね。でもサイレントクロスの要塞の位置はスコッティのサポートがないと確認できません。ふん、もちろんデータは全て集め終わっています。全てポケッチのデータベースの中です。この方角、出発です。よーし、私たち E 組でこの軍事基地をぶっ壊してやるんだから。冗談じゃありません。外周の規模を見ただけでこの要塞の兵力がどれだけ強いかくらい分かります。こんな打撃力、世界政府への連絡を通してしかできません。そうですよ、私たちは潜入するだけです。竜巻を避ける他に、彼らが発掘している武器情報を集めましょう。情報を手に入れたら撤収します。んなわけないです。絶対あの女を懲らしめてやります。Woohoo!